10年近く前10年近く前なんですけど5連覇させていただいて素晴らしい、はい、69です。うまい、うまい、イケメン。いや取られたいんでしょ。あのそうなんですよねそれに関しては女性ファン増えそう。あ増える増える。あ増える。本当っすか。はい、なんかもう俺の周り男臭い男しかいないんで中性的な人がいないんですよ。あそうなんですね。そうなんです。ゴリゴリのやつが多いですね。そう、なんならゴリラしかいないんですよグリップをピンクにするってところあたりがちょっと可愛さをね見せる一つのポイントなんですね。下心しかないので。なるほど、ピンクな気持ちで。あ、そうです。いっぱい。うまっ。ちょっと薄いか。やば、うまっ。激うまっはバーディーパット。ラインはいいんですよ。はい、顔もいいですよ。ありがとうございます全然否定しないもんな。やっぱ自分でも気づきます、鏡とか見てて。そうですね、今日2アンダーだなみたいな。ですよね、はい、ですよね。もうやばいですね。出した。うん、惜しい。オッケー。ね、ちょっと押し出した。いい戦い。ゴルフやってなくて濡れてますね。ちょっとライ悪いですね。でも濡れてんのお好きなんでしょ。下濡れてますね。下濡れてますね。結構あるな。びちょびちょですよ下のお話ですよね。ゴルフの話ですよ。そうですね、はい、ジュニアとかも試合出てたんですか。ジュニアの時が一番やってました。あ、そうなんですね、はい、どこまで行ったんですか。いや全然でもあれですよ、一応日本ジュニアとりあえず出たぐらい。すごっ。出たぐらいですよ。すげえ。俺出てねえもん。俺出た。ゴルフやっぱダメですね、サボっちゃうんで。女はサボらないですか。あそこはストイックにあのやらせていただいてますしっかり。あ、すいません、はい、そういうライフスタイルなんだないやでも全然僕あのゴルフ好きなんですけど、はい、それこそクラブとか僕結構衝撃的で、僕アイアンツアーステージなんですよ。はい、見ました。そうですか。ですです。渋いクラブ使ってますよ。ここもなかなかやらしいグリーンなんですよ。やらしいですか。はい、スケベなグリーンなんですけど。スケグリ。なんでこんなうまい。ん、さあどうだ。どうだ。よし、惜しい。どうだ。ちょっと打っちゃったか。入れ。お、やば。もうコメントできねえ、ついていけねえ見えなかった。やば。オッケーオッケーです。あらす。やべえ、ついに負けたわ。ついに。でもというわけでクラちゃんの勝利です。いやいや、最終ホールまで。これ何、スーパーショーカーパット。うめえな。あ、惜しい。はい、というわけでクラちゃん、いや嬉しい。マジか。めちゃめちゃ嬉しいっす。